玉南電気鉄道1系電車は、京王電鉄京王線、府中京王八王子間に相当する路線を運営していた玉南電気鉄道が開業時に新造した電動客車。後年通称、中型車と呼ばれた京王線戦前形14メートル級車の形状、寸法の源流となった形式である。京王電気軌道は当初、 新宿と八王子を結ぶことを目的として設立されたが財政難その他の事情から自力では八王子に到達することができず不中止まりの時代が長く続いていたこの問題に対し京王電機は沿線の地元資本の出資を募り合わせて地方鉄道法で定められていた新鮮開業に伴う補助金を得ることで資金不足を補うことを画策し 1921年に府中東、八王子間 16.3km について、地方鉄道法に基づく 1067mm 期間の路線免許を取得。さらに翌1922年には、関連会社として、株式の40%を自社で保有し、残りを主に沿線からの出資で賄う形で、多摩南電気鉄道株式会社を設立。 同社によってこの路線の建設を実施することとした。各して1925年3月24日の府中東八王子間開業に備え、以下の各社が新造された。さらに、翌1926年3月に以下の各社が増備されている。車体長 13,250mm、車体幅 2,590mm の鉄骨木造車体を備える。 これらの寸法は、地方鉄道建設規定に準拠したため、本形式設計当時、京王電機の主力車であった23型と比較して、一回り以上大きく設計されており、これらの値は多摩南電機鉄道の京王電機への、吸収合併後に、同社で製造された各形式に、ほぼそのまま踏襲されている。定員は、電動客車は86人、手荷物、 合わせ作り電動客車は72人である。側面窓配置は D13331D。側窓は保護棒をその下部に取り付けた一段加工式で、つまは強い局面を描く3枚窓構成である。鉄道車両設計の一大活気となった木造車から構成車への移行機に、それも路面電車から 高速電車への過渡的形態として設計されたため、つまめん層株に後半をリベットで打ち付けながら側面用部ははめ板を並べ、床下にはトラス棒を装備、屋根は側面に明かり取り窓と水雷系通風機が交互に並ぶ二重屋根、それに床面の低いプラットフォームからの乗降に対応した一段ステップ付き客用扉とやや中途半端な印象を与える外観となっているのが、 特徴である。なお、車体塗色は濃いめの茶色である。イングリッシュエレクトリック社が設計した DK-31 を東洋電気製造でライセンス生産したものを拡大車一機ずつ、吊りかけ式で搭載する。波数比は64、20イコール3.20である。ウェスティングハウスエレクトリック社製 HL 電空単位スイッチ式手動加速制御機を各社に搭載する。 制御段数は直列5段、並列4段で弱め開示は搭載されていない。なお、制御電源は架線からの6 0 0ト電源をドロップ抵抗で高圧して使用する。このため本形式は電動発電機等の補助電源装置を搭載せず、全消灯や室内灯もドロップ抵抗の併用や回路を直列接続とするなどの処置により6 0 0ト電源で動作するようになっている。 単造軸バネ式台車の JG ブリル車製ブリル 77E1 を装着する。各台車の基礎ブレーキ装置は型押し、式、電動機は打ち掛け式である。当初より連結運転を実施するため、ウェスティングハウスウェアブレーキ車製非常便付き直通ブレーキを搭載する。電動空気圧縮機は WH 車製 DH-16 を採用し、同ブレーキ装置に、 空気圧を供給する。1から6はバネ上昇式の WH 射精大型皮脂枠パンタグラフを、7から10は、機関車用の空気圧上昇式皮脂枠、パンタグラフである東洋電気製造 TDKD を、それぞれ1機ずつ搭載する。1から6は、当初左右にバッファーを備えた、連環式連結器を装着したが、7から10は、自動連結器を装着。 1>, 1から6についても改め機改造以前に自動連結機へ交換した。前日の通り、多摩南電気鉄道は 1067mm 機関で建設されたため、1372mm 機関の京王電気と相互乗り入れができず、新宿から府中伊勢へ向かう乗客は、府中での乗り換えを強いられた。しかも、肝心の補助金は多摩南電気鉄道線が、 鉄道省中央本線の競合路線となることなどから交付申請が却下され、京王電機としては多摩南電機鉄道を別会社とし続ける必要も、同車線を 1067mm 期間のままとする必要も共に失われてしまった。このため、京王電機は1926年12月1日をもって多摩南電機鉄道を九州合併本形式は 京王電機軌道 1K1 から10となり、京王電機は、同車線の 1372mm 期間への、改め機を開始した。改め記事に交換された天宮製台車若葉台に、保存されているものこの際、本形式については、工事期間の短縮を図って 1372mm 期間に、対応する新台車を、天宮製作所で新造し、順次これと交換した。また、 合併後は、京王電機の側でも、地上施設の改造による、本形式の受け入れ対応工事が進められ、本形式についても、平洋軌道区間の走行に備え、救助網と外付けステップの追加装備が実施されている。その後、1938年には、経年により、木部を中心に老朽化が進んだため、車体補修、手荷物室撤廃及びその他改造が、 日本鉄道自動車工業により行われた。これにより定員は全社88人となった。また、1940年には混雑対策として、車体中央部に客用扉を増設して3扉化が実施され、各扉周辺が後半張りに改造された。また、合わせて乗務員室奥行き確保のために、つま面の曲率を緩く変更し、乗務員室脇に、 小窓が設置されている。この段階での窓配置は 1D13D31D1 で、中央扉は、車体中央部からややずれて設置されていた。1944年5月31日の、陸上交通事業調整法に基づく東京、急行電鉄への合併後、本形式は電波2 0 0 0系2 0 0 1から2010へ、改版された。本形式は、 戦時中の空襲等による被災廃車が一両も発生しておらず、1948年6月1日の慶王帝都電鉄としての分離独立時にも形式称号を呼び、車両番号はそのまま継承された。なお、同じ1948年にはつまめ中央倉庫に取り付けていた全商灯を屋根、上へ移設した。 1953年にはデハ2002.2007-2010が改造され、2700系、サハ2751-2753となった。もっともこれは、更新名目の申請者に、代車だけ引き継がれたものである。翌1954年にはデハ2008について、運転台撤去、電装解除工事を行って、サハ2008としたものの、 最終的に1954年中に残存全車が廃車となった。この際、デファ2008が松本電気鉄道2乗とされ、台車を中古の DT10 へ交換の上で、デファ18とされ、1963年までそのまま使用されたほか、不要となった大枠がレール運搬貨車チキ2970型と江ノ島電鉄 300K305 編成に流用され、 江ノ島電鉄では2015年現在も同編成を通常運用中である。ありがとうございます。